こんにちは、元杉です。今回はアンデルセン・アンデルセンのクルーネックセーター、セーラーセーターをご紹介したいと思います。アンデルセン・アンデルセンは2009年にスタートしたデンマークのニットメーカーになるんですけれども、ここのセーターの品質が本当に素晴らしくてですね、2009年スタートなんでまだ10年ちょっとしか経ってないかなり新しいメーカーではあるんですけれども、日本に入ってきた当時からですね、全く無名だったにもかかわらず品質がものすごいっていうことで、もう本当に当時から注目されたブランドなんですよね。で、その時僕、その当時は、アメリカンカジュアルを主体とした、セレクトショップに僕、勤めてたんですけれども、で、僕が働いてたお店では扱ってなかったんですけれども、その、業界で、その、アンデルセン・アンデルセンっていうセーターが、その時すごい人気というか、かなり注目されてて、で、僕も実際物を見た時に、当時はですね、デンマークブランドのデンマーク製で、生地も今のものよりかなり硬かったようなイメージだったと思うんですけど、ちょっと血が出たらすいません。で、いつの間にかですね、その最初期以外のものっていうのはイタリア製に変わってて、で、僕が着てるのも、まあ、イタリア製になってから購入したものなんですけれども、まあ、それでも一般的なセーターに比べたら、すごく硬くて肉厚で、保温性も耐久性も抜群のセーターなんですよね。形が、まあ、タートルネックとかもあるんですけれども、僕が購入したのは、一番定番のクルーネックセーターで、クルーネックの丸首なんですけれども、見ていただくと分かる通り、ちょっとこうハイネックっぽいスタンドカラーというか、ちょっと襟があるような感じの、まあ、独特のデザインなんですよね。デザインが昔のその漁師、船員、あとはその海軍に支給されているようなセーターをモチーフにしてるデザインで、まあ、本当にクラシックなシンプルな作りなんですけれども、こういうセーラーセーターっていうのは、この脱着がしやすいように前後関係なく着れるっていう風になってるんですよね。アンデルセン・アンデルセンのセーターの特徴としては、袖にこうフィンガーホールがついてて、こう寒い時にこう手袋代わりに手を温めれるっていう形になってて、これも本当にクラシックな昔の海軍のセーターをデザインのモチーフにしてると思うんですけれども、このアンデルセン・アンデルセンのセーターは、とにかく生地がすごくてですね、今回僕が着てるのは5ゲージの肉厚なタイプのものになってまして、で、7ゲージのものもあるんですけれども、この5ゲージの肉厚なメリノウールのセーターっていうのが、まあ、アメリカンカジュアルのスタイルにも合わせやすいっていうので、僕は愛用してまして、で、型崩れもしにくいですし、あとは毛玉にもなりにくいので、長年着てても全然こう、なんですか、古びた感じもなく、ずっと愛着持って着れるようになってるんで、あとはデザインもシンプルですし、まあ若い方からおじいちゃんでも着れるようなデザインだと思いますね。コーディネートはトップスにアンデルセン・アンデルセンのクルーネックセーターで、パンツはラウンドハウスの生成のペインターパンツで、シューズはイタリア海軍に支給されたミリタリースニーカーを合わせました。このコーディネートのポイントとしては、色はまあネイビーにホワイトのありきたりなマリンカラーなんですけれども、サイズ感にちょっとこだわってまして、僕今回身長180センチの75キロの僕はL サイズを着用してるんですけれども、多分ジャストサイズだったら M で全然着れると思うんですよね。
ただあんまり僕タイトに着るっていうのが好みではないのと、あとはアンデルセンアンデルセン特にこのアメカジのブランドっていうことでもないので、あんまりこうジャストサイズすぎるとこうなんか綺麗なあのコーディネートになってしまうので、僕はこうアメカジっぽい感じで着たいので、少しあのセーターのサイズ感もゆったりめにして、でパンツもこう細身のあのストレートデニムとかじゃなくて、キナリンのちょっと太めのペインターパンツを合わせてます。で、値段なんですけれども、2020年現在で税抜きで4万5千円になります。セーターで4万5千円めちゃくちゃ高いと思うんですけれども、本当に唯一無二と言っていいぐらいの上質な肉厚な生地を使っているセーターなので、こう長年着るっていうことを考えると、まあ出してもいい金額かなっていうふうに僕は実際にあの着てみて思いました。はい。ということで今回はアンデルセンアンデルセンのクルーネックセーター、セーラーセーターをご紹介させていただきました。この動画が少しでも楽しめましたら高評価とぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。